第1回別腹大食い大会。ありがとうございます。どうぞ、アキト。のせと、もっちです。というわけで、はい、甘いものは別腹って言葉をよく耳にすると思うんですけど、聞いたことありますね。あ、本当かわかんないけど、でも実際に別腹はあると思うんですよ。はい、確かにね。ただそれが甘いものと断言していいものかとね、僕は思うわけですよ。確かに、なるほど。そのことわざはどうなのって。確かに、ちょっと限定しちゃってる感はあるよね。そうそうそう、よくないんですよ。まあ、でも別腹は存在すると思ってる派なんで、はい、本当の別腹ってガチで好きなものだと発揮されると思うんですね。あー、なるほど。なんで今回は、はい、さっきね、結構腹いっぱい昼飯を食いました。はい、ました。ちゃんと食いました。ちょっと腹いっぱいです。ちゃんと中華を食いました。中華です。しっかり一人前食って、はい、もうパンパンです、ほとんど。はい。ここから食うものは別腹の領域なんですよ。そうですね。なんで今回は、3人それぞれ自分が、これ俺別腹だなって思ってるものを持ってきまして、それを大食いするというね。で、一番食べた人が別腹王です。はい、別腹王、別腹王、はい、別腹王になりましょう。わかりました。なるほどね。というわけで今回は別腹大食い大会です。やっていきましょう。はい、はい、私の別腹食品はこちら、餃子です。嘘ですね、これは。いや、嘘じゃないですよ。これはきついよ。嘘です。いや、僕はですね、非常に中華がね、まず好きなんですよ。ちょっと想像してください。あの、食卓に餃子が並んだ時の手の進みを。お腹空いてるから進むじゃん。そうそうそう。まあ、僕は餃子は別腹だと思ってるんで、確かに。これで12個入ってるんでね、これ全部食い切れたら、まあ別腹認定ということでね。ということで餃子です。はいはいはい、はい、じゃあ僕いいですか。はい、はい、こちらですね、辛いつけ麺です。なるほどね。辛いものは別腹なんです。あー、そうなんだ。そう、俺辛いものは別腹だなと思って生きてきて、この客思いついたんで。なるほど、なるほどね。今ね、カップラーメン禁止の年なんで、はい、本当はなんかカップ麺が良かったんですけど、まあ、こういうギリギリ許されるであろう、こういうなんか、まあね、人によってグレー。そう、ちゃんとした袋麺を用意しました。、うん、はい、これ1人前食ったらもう食事だから、これ普通に。そうね、確かにね、認定です。確かに。じゃあ僕が持ってきたものこちらです。はい、エクレア。王道、王道、王道。はい、まあなんか比較で以上です。そうです。甘いものですね。そうです。いや、エクレアはね、だってなんなら少ないぐらいの話せない。あ、まあでも、いや、でも6個が2個だから、まあ、餃子と一緒に、うん、あ、そっか、6個か。ほぼ餃子。3個に見えたわ。餃子か。うん、食べますか。はい、はい、じゃあ別腹いただきます。いただきます。いや、あのね、いらない。いや、マジでいらない。いやー、ちょっとうざいかもしんない。はやっ。いただきます。餃子好きだから。うまっ。一つ目はそう言えるのよ。いやー、うまいな、味は。顔。あっ、きつい。うわ、エクレア食いたい。食後のエクレア食いたい。これね、なんかあんまり量少なく見えん、うん、いや、一口がでかい。辛いからね。あー、あーとか言っちゃった。知らないっしょ。本当に誰、うん、食い終わった。早っ早っ。あー、うまかった。普通に今腹12分目ぐらいだわ。ちょうどよ。その2がね、別腹部分ですよ。一箱食べました。あ、でも、のせも言うて半分食ってんじゃん。頑張ってる。いや、頑張ってはないよ。いや、頑張ったらダメだよ。適切な量ね、言ってるだけです。そう、別腹のね。そう。いや、息荒。ちなみに、もっちは今味に飽きてるってだけで、お腹はまあ確かにちょっと別腹感は。やっぱデザートってでかいね。まあそうね、それに比べたら多分。だって、中華だもん、別。昼中華、別腹中華。あれ、もっちくんきつそうじゃん。お前も箸止まってんだよな。まさかお前が言うと思わなかった。ずっと餃子箸でこねくり回してるやつが。あれ、もっちくんきつそうじゃんって言うと思わなかった。まあまあまあ、根性でいくよ。根性出しちゃってんじゃん。本腹、別腹、根性。
。あーダメダメ絶対。本場になっちゃう。本場になっちゃう、わかんない。なに、エクレアに醤油かけたら本場になるの、お前。お鼻息エグいね。うん。どっちだどっちだ。どっちだ。まずい。あ、あー。え、どうし。まずい。果たして。あ。あー。今どう別腹だったけど。お腹いっぱいというよりは本当に甘さに飽きてきついって感じだった。ずっと食べてると。お腹は？お腹は大丈夫。正直。お前は？中華別腹ってこと？中華はね、別腹じゃないです。今腹15分目ぐらい。ただの腹が。本腹15分目。歩きは余裕。余裕、うん、辛さはじゃあ別腹。辛さは完全に別腹だね。じゃあ今後は甘さと辛さは別腹。そうだね。餃子は本腹。